1654年におけるリトアニア大公国領。北西部の赤色の部分がジェマイティア公国ジェマイティア公国は1219年からリトアニア大公国の行政単位で1569年からはポーランドリトアニア共和国の一部だった。1419年から1441年までジェマイティア長老領として知られていた。リトアニア大公は ジェマイティア公の称号を持っていた。しかし、公爵に対し責任のある実際の統治者が長老王として知られていた。公国は現在のリトアニア共和国西部にあたる地域に存在した。歴史的に西の教会はバルト海に接するリトアニアの教会でもあった。北ではクールラントゼムガレン公国、南ではプロシア公領と接していた。 中世から1795年のポーランド分割までにジェマイティアがジェマイティア広告の領域として定義された。後にジェマイティア教区も含むものとされた。現在ではジェマイティアは民族学的な地域の一つとされるにとどまりリトアニア共和国の行政地区として定められてはいない。ありがとうございます。